どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月4日の月曜日なんですけれども、今回の動画は岡田監督が高津監督に対し激怒した最大理由についてです。というのも皆さんご存知の通り、昨日のゲームで近本選手が再度脇腹にデッドボールを受けました。まずは近本選手本人の無事を祈るのみなんですが、その中でなぜ岡田監督は高津監督に対し激怒したのか、そして SNS では報復支給 というワードがトレンド入りしていましたがこれから様々な意味でどのようにタイガースが戦っていきそうなのかこの点についてもお話をしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは岡田監督が高津監督に対し激怒した最大理由についてです タイガースは昨日のゲーム、見事スワローズに勝利。これで同一カード3連勝。チームとして9月最高のスタートを切ることができました。120試合消化で、72勝44敗4分け。勝率6割2分1厘で、アレーのマジックナンバー15。 昨日はタイガースが勝って2位のカープが敗れたため一気にマジックが2減ったそして昨日のゲームの内容本当に素晴らしかったですよね打線に関してはしっかり序盤から得点積み重ねいい雰囲気を作ることができたでその中で伊藤投手ですよ、まあ、最終的にマダックスはね逃すという形にはなりましたがそれでも9回1失点完投これが今後に間違いなく生きてくる中継ぎピッチャーを昨日日曜日そして今日月曜日2日間休ませることができたで伊藤投手の場合はこのケースが以前もありましたからね 本当に素晴らしいピッチャーですよ、まあ、ですので我々タイガースファンからすれば序盤にしっかり点が入って伊藤投手の投球内容も完璧だった、まあ、だからこそ試合終盤何事もなければというところだったんですが近本選手が再度脇腹にデッドボールを受けたもう近本選手に関しては何も言うことはないでしょう昨日のゲームも先頭バッター今シーズン10本目のスリーベースを記録してその後ももう1本スリーベースを記録した、まあ、これによってシーズン11本の3塁打で2リーグ分立後では球団歴代3位タイの記録超 脚力この二つを持ち合わせていないとなかなか伸びてこない数字ですから近本選手らしい記録かなというふうに感じます。ただそんな近本選手、昨日の試合で10個目のデッドボール。で、元々近本選手はデッドボールが少なかったタイプかと言われると決してそうではないかなと。まあ、これが通算34個目のデッドボールなんで、だいたい1年平均6個から7個デッドボールを受けてるという形。まあ、特にでも今シーズンに関しては避けられないデッドボールと言いますか、かなりまともにね、ぐっと向かってくるボールが多いんで、なかなか避けようとしても避けきれない。 そういうううボールが多いいいかなというふうに感じますでそういった中で昨日の試合終了後、岡田監督はブチギレました。というのも近本選手がデッドボールという問いに対し、え、情けないのしかし、え、2年連続優勝したチームや品と、まずは一撃。 いや、この言葉の重みすごいですよね。まあ、試合展開考えても厳しいコースに投げるのはと、このような問いに対しては、状況を考えたらってお前、もう普通に考えたらわかるやないか、そういうチームなんやろと、これも重い一言。ま、あ今シーズン、スワローズ VS タイガースで言うと、やはり梅野選手のデッドボールという流れがあります。まず岡田監督が激怒している理由に間違いなくこれはあるでしょう。これは8月13日の戦い、ですのでまだ1ヶ月経っていません。梅野選手が左手首にデッドボール受け、左尺骨の骨折。 絶望という形になりました。で、岡田監督はその試合終了後、あそこで子宮を投げる。そういう場面でもないし、厳しいとこ行くね。カウントとか考えると非常に困る。骨折まで行くとな。自分で走ったり、そんなんでの怪我はしょうがないとこもあるけど、デッドボールだけはなと。この時点でかなり怒りをにじませていたんですね。まあただ、これは当時テレビ向けと言いますか。かなり口調は丁寧な方だったんですよね。まですが、岡田監督のこのコメント怒りがにじみ出てるというのがわかる。まあ特に今シーズン。我々タイガースファンからすれば、このデッドボールの問題に関しては？ り敏感でですからねでそれがスワローズ戦となると1ヶ月経たないうちに梅野選手からこの近本選手という流れがありますから、まあ、我々タイガースファン SNS でもかなりね大、まあ、われと言いますかさまざまな意見が出てる状況なんですでそういった中で昨日の試合終了後スワローズの高津監督は近本選手のデッドボールについて問われるとあれは申し訳なかったもちろんぶつけようと思っているわけではないんですけど持ち球がシュートなんでそこに行ってしまったとこのようにコメントで正直この高津監督のコメントに関しても SNS ではさまざまな意見が出ている、まあ、先ほ ほどもご紹介した通り、今シーズンの vs スワローズ戦で言うと、梅野選手のデッドボールの流れがありますから。岡田監督が激怒するのは当然。ただ、その中で岡田監督は最後の最後おらんかったよな。高津ベンチに探したけどと、このように最後の最後に重たいコメントまあそうなんです。岡田監督は試合終了後、チーム全体でハイタッチをした後、一人テクテクと歩いていってスワローズ側のベンチをかなり凝視してたんですよね。で、おそらくこの時に岡田監督は高津監督を探していたんでしょう。まあ、岡田監督がスワローズ側のベンチ。 そしして高津監督を探したこれには様々な意味が含まれていいると思いま,すまあ、もちろん、試合が終わって、あの状況で、高津監督に謝りに来てほしかった。まあ、それもね、少なからずあるかもしれませんが、まあ、やっぱり岡田監督は、高津監督の動きというのを見ていたんじゃないかなと、まあ、一体どういう行動をとるのか、まあ、3連戦の最終日で、まあ、明日会うことというのはね、正直ないと思いますんで、まあ、裏で謝罪というのはあるかもしれませんが、やはり岡田監督からすれば、何か一つアクションがあってもよかったんじゃないか、まあ、そのように捉えてるからこそ、まあ、最後の最後、 このように重たいいいいフレーーズを言言放っったたんんじゃないかなかかと、まあ、岡田監督ががが醸しし出すオーラって言うんですすオラてうでね、まあ、表現は難しい部分がありますがただ、12球団で最高齢監督っていうだけじゃない何か特別な空気感っていうのはありますよね、まあ、確かに岡田監督は負けが込んだりしたら厳しいコメントというのもあるんですけれども、まあ、なかなか選手に稼がせる、まあ、こういうニュアンスの発言って監督の立場からは出ませんよただ実際自分が動いて死球、まあの話とか査定変更してくれてますからね、まあ、何かあってもこの人がバックにいたら大丈夫 まそういう雰囲気というのはあるんじゃないかなと。まあ、やっぱり選手は監督の背中を見てるでしょうし、ハイタッチが終わった後、岡田監督が一人歩いて、スワローズ側のベンチを見ていた、この姿というのも間違いなくタイガースナインは見てると思います。で、選手からすればそういった岡田監督のアクションを見て、何かあっても真っ先に出ていってくれる、まあ、そういう安心感と言いますか、何かね、最後の最後の頼れる柱、まあ、そういう部分も、まあ、岡田監督は担ってるんじゃないかなというふうに、あの一連の流れを見て個人的には感じました。で、こういった様々な流れもあり、SNS では いろんな意見というのが出ていましたで、その中で試合中一つトレンドに入っていたワードそれが報復支給なんですねまあ、今はねなかなか聞かない言葉かもしれませんがまあ、例えば四六の選手がデッドボールを受けた後こちら側のピッチャーも相手の主軸選手に当ててまあ、どっこいどっこいじゃないですけれどもねまあ、一つ何か牽制するという意味でも特に昔の野球ではたくさんありましたまあ、我々タイガースファンからすれば特に VS スワロー戦となると梅野選手の流れがあり今回の近本選手のデッドボールですからこのまま終わってしまうのは嫌だ 何かかアクションを起こしてもいいいいんじゃないか、まあ、そういった思いいいかから、まあ、こうううねワードが載ってるのかなというふうに感じますただ、正直、まあ、今のタイガース、そして岡田監督のコメントを見る限り、タイガースは報復支給という動きは取らないんじゃないかなというふうに、僕個人的には考えます。まあ、やっぱりそれは岡田監督が言い放った、そういうチームなんやろというワード、まあ、正直この言葉には様々な意味が含まれていると思います。まあ、だからこそ岡田監督はタイガース投手陣に対し、当ててこい、まあ、そういう指示は出さないかなっていうふうに感じるんですね。まあこの 今シーズンのタイガースチーム防御率は2.73セリーグの中で唯一の2点台、まあ、ダントツ1位ですまあ、本当に安定感素晴らしいですよね、まあ、それぞれのピッチャーがしっかり自分の仕事を果たしバシッと抑えてくれているで昔の野球はプロレス感があったと言いますか当てられたら当て返す、まあ、そういう雰囲気というのも実際ありましたただまあ今シーズンのタイガースの戦い見てるとそういう空気感というのは全くありませんまあただそうは言っても悔しいこちらからアクションを起こしてもいいんじゃないかそういう意見というのもね、まあ、気持ち的にはわかる部分あるんです が、タイガース投手陣、まあ、投げるピッチャーの立場から考えると、まあ、それによって何かそのピッチャーの歯車が噛み合わなくなってしまったら、もうシーズンとか、もう選手生命そのものに関わる可能性というのもありますからね。ですので、岡田監督はそういったことも考えて、タイガース投手陣にはそういう指示出さないんじゃないかなという風には感じます。で、その中でデッドボールを受けた近本選手、試合終了後のハイタッチには姿を見せ、いや、なんともないです。いや、わからないです。当たってたら痛いですよね。それはあんまり何もなかったらいいと思います。僕はと、このようにコメント。ま、あ本当一ファンの。 うととん、近本選手らしいなっていうコメントですね。まあ、近本選手がデッドボールを受け、ベンチに下がる際、汗を拭ってるようにも見えましたが、まあ、目からね、まあ、少し何かがこぼれてる、まあ、それを拭うような姿というのもありました。まあ、近本選手にとっては間違いなく悔しいデッドボールだったでしょう、痛いでしょう、ただそれでも試合終了後、このコメントですから、いや、本当にね、ちょっとぐっとくるものがあると言いますか、まあ、何か抑えて、まあ、こういうコメントを出している、ほんと近本選手らしいなというふうに感じます。ということで、最後に なりますまず我々タイガーズファンからすれば、近本選手の無事を祈るのみ。まあ、平田ヘッドは昨日の試合終了後、本日4日ですね。まあ、その状態を見て病院行かせると、このように語っていました。ですが、それぞれの媒体見てると、まあ、おそらくね、検査を受けるんじゃないか、こういう報道というのがありますんで、まず我々タイガーズファンからすれば、その報道を待つのみ。で、岡田監督は以前、今シーズンの戦い、MVP と呼ぶにふさわしい選手を一人選ぶならと、記者の方にそう問われると、近本、大山、中野、この3人よなと、このようにコメント。ただ、その中でより 深掘っておうん、そうやな。やっぱり近本かな。あの時期はもうほんまにしんどかったわ。総攻守すべてで、そらすべてよ。近本の存在は大きいよなと、岡田監督も絶大な信頼を寄せる選手。まあ、近本選手が右の肋骨骨折し、戦線離脱していた7月の前半、チームは5勝6敗と1つの借金。で、攻撃面考えると近本選手は1番、そして足を使える選手ですから、まあ、この選手がいなくなってしまうと、得点力というのは低下してしまう。この期間、タイガースは1試合平均2.4得点でした。そして守備の面考えても2 年連続でゴールデングラブ賞ものすごい守備範囲を持ってる選手で、まあ、それがいなくなってしまうとなれば本当に総攻守でチームにとっては大きな痛手、まあ、ですので繰り返しにはなってしまいますがまずは近本選手の無事を祈るのみですがその中でもしもというところもね想定しなければいけないんで、まあ、近本選手が離脱していた期間というのは島田選手がセンターに入ったり森下選手がセンターに入るという流れもあったでその当時のスタメンを振り返っていくとノイジー選手森下選手三重瀬選手、まあ、こういうフォーメーションというのもありました、まあこの 期間タイガース1軍には前川選手もいたんでまあ、あの時とは状況が変わってるという背景がありますが、まあ、あの期間に森下選手がぐっとね、力をつけて、今に至ってるという流れはありますんで、まあ、これから一体どういう起用法を待ってるかっていうところですね。まあ、昨日の試合見ていても、最後レフトに入った小野寺選手、まあ、ツーベースになりそうな打球をしっかりシングルで止めた、まあ、そういう集中力あるプレーというのはね、それぞれの選手がしっかり見せてくれていますから、ですので、まずは近本選手の無事を祈るのみ、今後の 選手起用そししてててどのようなな戦いいいいが待っているか引き続きき続注目していきたいなと思いますはい、ということで、今回の動画では、岡田監督が高津監督に対し激怒した理由について、そして近本選手の今後について思うこと、この点についてお話をされていただきました。まあ、近本選手は大丈夫ですと、こういうニュアンスの言葉を出してはいますけれども、まあ、責任感の強さ、そして近本選手の心の強さというのを考えると、まあ、正直未知数なところというのはあります。まあ、前回も骨折しながらファインプレイして、広島遠征に帯同しようともしていましたから、それぐらいの のことはできてしまう体の強さそして精神力の強さを持ってる選手なんでまずは今日行われるであろう検査この結果をタイガースファンとして待ちましょう皆さんは近本選手の一連の流れそして岡田監督の動きについてどう感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報客チャンネル登録者4万6400 400人超え46,500人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます次は目指せ、チャンネル登録者47,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トロホーありがとうございましたとにかく近本選手の無事を祈るのみ残り23試合どういう流れが待ってるか注目していきましょうではまた